ください。申し遅れました。本日司会を務めます HTV アナウンサーの石澤彩子です。よろしくお願いします。そしてもう一人 HTV のマスコットキャラクターのおんちゃんです。おはようございます。おんちゃんだん。ということでおんちゃんも気合が入っているこの雪まつりなんですが、本日最終日を迎えました。そしてこの雪の HTV 広場で皆さんを迎えているのは、この後ろにあります大雪像の伊地窓うったうらというものなんです。ちょっと一度では覚えにくい名前なんですが、この伊地窓うったうら、インドの歴史的建造物です。去年の秋に天皇皇后両陛下が53年ぶりにインドを訪れたというニュース、覚えている方も多いかもしれません。日本とインドの結びつきがますます強くなってきているんですね。そんな中 HTV は在日インド大使館より国際的に知られているこの札幌雪まつりで、日本とインドの友好をさらに深めるために何か取り組みができないかという提案をいただきまして、今回この伊地窓うったうらを制作することになりました。でこの伊地窓うったうらなんですが、インドの首都デリーから南東の方角に180キロほど離れたところにあるアーグラーという場所にある非常に綺麗な白い大理石でできた建物なんですね。皆さんインドの建造物でいうと何か思い浮かぶものってありますかね。そう、タージマハルです。あの白い非常に綺麗で大きいタージマハルの原型になったのがこの伊地窓うったうらと言われているんです。